はい、ジャン君、おはようございます。こちらで。はい、おはようございます。はい。そこなんですか。めっちゃこれね。これいいよ。カチカチしてる、カチカチ、ジャンプカチカチ。ちょっとポンちゃんの様子も見てきます。あら、ポンちゃんは。ポンちゃん寝てる。ちょうど日に当たってぬくぬくしてながら寝ています。はいはい。はいはい、起こしちゃった。ポンちゃん。いい感じですか、ポンちゃん。始まり始まり。ジャン君、ポンちゃん。よいしょ。なんかまったりしてるね。今日は少し暑くなるのかな。割と猫温度計ではこのだるだるな感じは暑くなりそうって思ってるってことだね。蓮くんも暑くなるかもって言ってる。今日はずっと寝てる感じかな。ジャン君、カメラを撮り始めるとこっちに来ちゃうね。うん、ジャン君。ちょっと
出かけてくるね。気持ちよさそうだね、ポンちゃん。ジャン君もおいで。はい。はい、ジャン君。はい、ジャン君。はい、わかりね。はい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 。今帰りました、近所でサイゼリアでちょっと人に会ってきました。まあ近況報告的なやつ。友人でした。はい、ポンちゃん。ポンちゃんもただいま。やっぱり予想通り今日は暖かいので寝てたね。ジャン君、ポンちゃん、こんなのもらった。いただき物です。シャトレーゼ、例のシャトレーゼもらっちゃいました。東京の頃の知り合いが、近くといってもだいぶ都会の方、ね、に越してきたそうなので、遊びに来て今お昼を食べながら食べてきました。そしておやつをいただいちゃいました。ありがとう。いただきます。ありがとうございます。これくこれがいいの。これだね。これとこれは味が違うの。う、ね、同じシュークリームだけど、ダブルシュークリームと宇治抹茶。あ、抹茶なんだ。母だな。はいはい。ということでありがとう。ありがとうございます。こうやってみんなに助けられております。なんだかお集まりの皆さん、1階で食事をして戻ってきたらこんな風に集まってくれています。父ちゃんがいない間にここを使っちゃえって言ったんでしょう、君たち。これがいいのかな。ポンちゃん。